おはようございます。キュートの大木ゆうきです。今回はなんと2泊3日グアム大人のご褒美旅でございます。もうね、ちょっとね、やっぱ疲れてました。というわけでグアム渡航歴を10回を超える私がここだというホテルを選んで、今回はとにかくのんびりと疲れを癒す旅にしたいと思ってます。ただ円安も心配なので、実際どれくらいかかるのか随時リポートしていきます。ぜひ最後までご覧ください。それでは行きましょう。便利、パスポートのスキャンで一気にできちゃいました。今回グアムはですね、エスタはいらないんですよね。ここ結構アメリカだからと思ってエスタ申請焦ってしまう方も多いと思うんですが、グアムの滞在にエスタは必要ありません。機内持ち込みできるかどうかというところなんですが、持ち込み可能のが荷物2つで、ここにサイズのスケールがありますね。私はこのバッグだから余裕があります。これで荷物タグの印刷出てきました。よし、完了、行きましょう。で、荷物を預けていきます。混んでなくてスムーズ。グアム2泊3日だとみんなどれくらいのスーツケースですか？私はこれちょっとね、今日は余裕を持ってパッキングしてきました。すいません、よろしくお願いします。無事出国しました。今回私たちは33ゲート、あ、比較的近い、のんびりお茶でもしちゃおうかなという時間ありそうです。ラインナップ最高だ。ラーメンありますよ。おー、朝からラーメン、え、本当にすごい。グアム行ったらラーメンはしばらく食べれないしね。確かに。ニューヨークラーメン3000円しましたから。あー、グアムだといくらぐらいなんだろう。ちなみに日本で空港価格がこのくらい。あ、へえ、あ、持って帰るよ。来た、ラララララ。これもはやさ、グアムの旅費なのかもう分かんないよね。1100円でーす。うん、ラオシナラメは日本最高だな。グアムの一番好きなところは、なんといっても結局近くてコンパクトだから疲れないのよ。行って帰ってきてもね、荷物は少なくていいのがいい。そうなの。あとね、時差がないでしょ。で、子供と一緒に行くのもハワイはハワイの魅力があって、それは当たり前なんだけど、ハワイって結構時差がきついから、ちっちゃい子とかも行って1日帰って2日時差に苦しむんですよ。コスト的にもちょっと、じゃあグアムでいいホテル泊まって、もし長くじゃあ3泊4日して帰ってくるとかだと、結局大人の子供の満足度の最大化ができるのも私がグアムじゃないかと思って、そんなのもあって家族でもよくグアム行くし、一番近い南国リゾートだから、ちょっと休みあったりちょっとグアム行っちゃおうっていうので、息抜きにグアムは本当に愛用しております。グアム初めて？うん、おお。きっとお留守番旅も初めて。おっと、責任重大。いや、でも、うん、旅のプロと一緒だから。え、グアムは本当任せてほしい。でも今回疲れてるでしょ。今回はね、ホテルステイがね、最高のホテルにしたんで、一番できない時間の使い方が。そう、自分を見つめ直せるよ。ラーメンもそうだけど、もう私ね、旅の間はね、したいことは我慢しないの。食べたいもの食べるし、やりたいことする。暑い日にマルクを予約してるんで。はい。でもね、初グアムですから責任重大ですよ。あ、ねえねえ、私ね、まだ両替してなくて。あ、両替ですね。あ、ありますよ。あった。おー、153円でございます。円安いんだか、これからさらに安くなるんだか。どうかな。私が前ね、ハワイ行った時とそんなに変わらない。まあしょうがないね。いくらぐらい現金買えとくべき？結構クレジットカード使えるからそんなにいらない。2泊3日で2人で1万円買えて余ると思う。今回旅行取ってくれてありがとう。もうとんでもないです。なんでもないだろう。弊社ミュートで撮らせていただきました。こだわりポイントとしてはやっぱり3日間お休み取ったので、ここを最大限楽しめるように、午前発夕方帰りのユナイテッド航空
は入院しました。で、私たちほら、いつお留守番旅じゃないですか。やっぱりね、ホテルでのんびりできるところをと思いまして、今回、ロッテホテルグアムさん。もう迷ったんだけどね、やっぱり、このメンバーで、その目的なら間違いないなっていうホテルを選ばせていただいたので、これちょっと到着楽しみに。めちゃくちゃ楽しみ。今回、ニュートでのツアーの料金が11万6200円。これ、燃油サーチャージ込みです。で、プラス諸税が7000円ちょっとって感じでした。でも、あこちゃん払ってもうちょっと安いんでしょ。あれは、ありがとう。プラス、クーポンが利用できたので、クーポン使ったんですが、なんとですね、今回この YouTube ご覧の皆様限定の YouTube クーポン出していただきました。マジです。初っ腹。すごい、うん。ぜひ概要欄にクーポンコード貼ってありますので、お使いください。なんかプチ贅沢なチョイスな割にすごいリーズナブルだなと思って、そうで現地でも今回はどちらかというとホテルを遊び尽くそう楽しみ尽くそうと思っているので、どれくらいお金かかるか結局ついついっていうのはあるかもしれないんですが、満足度の高い旅にしたいと思ってます。午前中出発の割に優しい時間だったなという、そうちょうどいいね、やっぱ11時5分発、うん、これだと子供の登校をギリギリでから来れる。まもなく登場です。さあ登場します。なんていうの、湿気っぽい、ぬるい。夏だね。久しぶりのグアムはどうですか。いい。時間半で着いちゃうから。確かに。お天気、あ、結構青空だ。よかったよかった。天候にも恵まれた。グアムの天気って、いつ見ても雨だから。そうなんだ。そんないつも降るんだ。空港から海が見えちゃう。このビーチとチケさんもね、綺麗ですよ。グアムに来たらやりたいことを教えてください。私は海が必ず機会はシノーケルを使って、あ、じゃあ今回も持ってきました。装備万全です、はい。税関なんですが、グアムの税関って今こんな風に事前ウェブ申請でこの QR コードを見せると入国税関のチェックが簡単にパスすることができるということで、 QR コードあるので行きます。グアム到着しました。もうこの空気感が最高、常にリラックスなんですが、ツアーには送迎もついてます。その後にも楽ですね。行きましょう。ホテルまでは車で15分。もうね、私ポートグアム好きで、もうこの景色だけで最高ですね。入国とか税関とかグアムの人ってとにかくやっぱり気さくなんですよね。私結構旅行好きだから、パスポートにいっぱいスタンプあったら、おお、いっぱい旅行してるね、なんでこんな旅行してんのって言われます。あの空気感がまずここ来て、こうもうファーストインプレッション、この島を好きって思う理由なんですよね。
最高のお部屋に到着しました。うわー、ほんとお部屋全体広々、そして気になるお外なんですが、もうね、あーすごい、めちゃくちゃ綺麗。これはもう天国なのではないか。もう幸せ、すごい景色、そして夕日でございます。ちょっと早めにチェックアウトして、今日はタモンの中心地の方行ってみようと考えています。さあタモン中心地まで今日は歩いて向かいます。ロッテホテルグアムの周りってすごくこう静かで落ち着いた雰囲気なんですけれども、実はタモン中心地までも結構近いので、ちゃちゃっと歩いて行こうと思っています。私子供の頃にグアム来た時からこの場所にロコブティックっていう水着屋さん、これは変わらないですね。ロコブティック水着屋さん行きましょう。結構キッズもあったりとか。あ、かわいい。これ上が46ドルで下が38ドル。子供が着ると何でも可愛いですよね。プール遊び、海遊びでは必須の長袖も可愛い。結構種類豊富なんで水着の現地調達もありかもしれないですね。ロッテホテルグアムから一番近いのはここの ABC ストアかなと思います。さっき話したロコブティックの上、なんか道の真ん中に野良犬がいる。大丈夫なのかな、ワンちゃんがいる。あ、なんかちょっと大丈夫かな、相当弱ってる感じがします。日本食が恋しくなったら私結構来る魚丸本店、何回か来たことあります。このお店見えてきましたよ、タモンの中心地が。結構ねグアムのアクティビティの一つとして射撃っていうのあるんですよね。私は一回セブ島でやったことあって、ちょっとあまりの衝撃で怖かったからもうあんまりやりたくないけど、ハワイでもおなじみのエクスンシングスやこの時フライデーやピターズという、まあ、朝ごはんとかいただけるようなお店があります。あとちょっと気の利いたお土産買いたいなら私はここがおすすめ、JP スーパーストア。朝ごはんピカズ行きたいなと思うんですが、ここグアム内何か所かあって、こちらの店舗がデューティーフリーの目の前という好立地なんですが、ちょっと混んでいるかな。メニューはこんな感じ。ロコモコが名物ってことなんで、そうだね、ロコモコシェアしてドリンクかな。飲んじゃってもいいですよ。いいですか、やったー。キッズメニューもフレンチトーストベーコン8ドル、プルコギ、これいいね、キッズメニューのプルコギ9ドル。パンのコンパンのコンパンです。来ました、うわがより一層食欲をそそります。ちょっと一口いただいちゃうね。はい、おいしい。あのね、肉が結構食べ応えあって、食べ応え十分なのと、ジューシーなこのベージュのソースがすごく美味しい。なんか日本でいうとこのごまだれみたいなマイルドさが。へえ。36.3度。
お土産を買うおすすめのお店があると思います。テピースーパーストアです。ここもほんと昔からあって変わらない、ちょっとね、あの気の利いたお土産が買えるお店です。あれ11時オープン、まだオープン。ゴーン、後からまた来ましょう。じゃあちょっとタモンの方ぐるっと歩きましょうか。あービーチに来ました。タモンビーチ、これはまた綺麗。ちょうどあのデューティーフリーとかあるあたりのところのビーチなので、宿泊しているロッテホテルグアムはこの真ん中の水色のちっちゃい屋根が見えるところ。今日も気持ちいい。グアムのビーチってそれぞれのホテルのプライベートビーチとかじゃなくて全部公共ビーチなんですって。すごいよね、これだけ綺麗に保っているのが。ほんとすごい。もう砂見てください、砂がねめちゃくちゃサラサラで真っ白。感動しちゃいます。ここはレスポとか割とカジュアルなブランドも多いのが特徴になります。すごいサンリオコラボやってる。そしてキトゥシーすごい人気。あ、なんと入店列をなしています。めちゃくちゃ陽気でいい方。開いてるかな、開いてるかな。あれ、どうしてこっち、なんでこうやって書いてあるのに。あー、グアムハーゲンダッツまだあるんですよね。こういうの食べたくなっちゃうけど我慢して、一つ上のフロアに上がります。わあ、すごい、何これ、チャイニーズニューイヤーの限定ゴディバチョコレート。なかなかゴージャスだし素敵ですね。結構子供のグッズとかもおしゃれで素敵なのがあっていいんですよね、このお店。なんか娘にお土産買わなきゃな、息子にはボール買ったから。ザ・グアムのお土産も結構かわいいラインナップが揃ってるんですよね。あ、これいいかも、5ドル娘が勉強するときに使ってもらおうかな。置き時計、アイラブグアム、こっちがかわいい、黒、赤、黒かな、あ、かわいい、これにしよう。定番の
アイラブグアム T シャツも、あ、ネイビーとか可愛いかも。じゃあ名残惜しいですが、ホテルの方戻りましょうか。本当に2泊3日いい天気だったね。いい天気でしたね。本当になんか暑いのは予測してたけど、こんなに太陽が強いと思わなくて、あっという間だった2泊3日の旅が終わりました。ちょっと冬の東京仕様に着替えて、これから送迎でグアムの空港に向かいます。楽しかった。グアムのお土産探しできちゃいますね。というわけで、私の2泊3日のグアム旅行が終了しました。週末プラス1日、もしくは平日でも3日程度休みを取れたら、ぜひ思い切って旅立ってみることを勧めたいと思います。ニュートでは今回特別に非常にお得なクーポンを発行させていただきました。ぜひ YouTube 概要欄をご覧ください。それではまた。